情報をお知らせします。はじめに東関東道下り線の情報です。高野ジャンクションから宮野木ジャンクションまでの区間では順調に流れています。続いて上り線の情報です。工事のため成田インターで追い越し車線が規制されています。引き続き新空港道上り線の情報です。新空港インターから成田インターまでの区間では順調に流れています。引き続き京葉道路及び立山道下り線の情報です。この時間宮野木ジャンクションから木更津ジャンクションまで30分ほどかかります。次に工事のため君津インター付近で車線が規制されています。引き続き立山道木更津南支線下り線の情報です。木更津南ジャンクションから木更津南インターまでの区間では順調に流れています。引き続き千葉東金道路上り線の情報です。工事のため東金インター付近で第一走行車線が規制されています。引き続き松尾横芝インターから木更津方面への外回りの情報です。小原北インター付近で作業を行っています。続いて閉鎖のお知らせです。4月8日から11日まで毎晩夜21時から翌朝5時まで市原インター出入り口を一部閉鎖します。ご理解とご協力をお願いします。他の情報をお聞きになりたい方はサービスコードとシャープを、サービスコードを確認したい方は9シャープを、信号音の後に押してください。